ナミさん、おはようございます。整体院の方どうですか？忙しいですかね？それとも今全国的に緊急事態宣言も発出されてましてね、新潟は該当地区ではなかったと思いますけど、何らかの影響はあるかもしれませんね。で、私の住んでる広島は先日から緊急事態宣言が発出されてですね、軒並み、飲食店中心に、公共施設、閉店が多いですね。なんか公園もね、封鎖されてるところがありましてね、なんか過ごしにくい環境にはなってきましたけども、それでもね、私は普段田んぼのあぜ道行ったりとかね、山を登ったり海を見に行ったりとか、およそ人工物とあんまり関係がないところにおりますんで、そこまで深く影響はないかなってところですね。はい、今回体の枝、そうこうして緊急事態宣言が発出されている中でも体の世界ではエポックが回ってですね、ナミさんのところにもステーキング報酬が272ですか、今確認されているところありますんで、250円で関係すると68000円のステーキング報酬が入ってるってことになりますよね。で、私の方はね、確かに2700ぐらいだったと思うんですけどね、これ250でかけると、67万ぐらいなのかなと思います。これがね、5日ごとに、エポックが切り替わって、エポックっていうね、暗号通貨の中の時間の単位ですけども、ステーキング報酬が利息みたいな形でどんどん掘り込まれてくるということで、税金の計算しないといけないですね。で、私の目算だと現在の体の枝の価格、250円ぐらいですかね、250円で計算すると、このままだったらね、なんか600万ぐらい年間になるんじゃないかなと思いますけども、ただ暗号通貨、このエーダの体の価格がどんどん上がってますんで、今一旦ね、ちょっとこう下がってますけども、220円30円ぐらいになってますけども、やっぱこれがね、300円なり400、500円なりになってくると、年間で1000万以上の、ステーキング報酬インになるのかなっていうところですよね。だから10年で1億ということになります。もちろん、元金といいますかね、元の体のもありますんでね、そちらの方も考えるとすごいことになるなと。かける250、すごいですね。ちょっとここでは言いにくいですけども、プレセールはやっぱ強かったなってことですね。あの頃同時期にやったアフィリエイトにしても電子書籍にしてもね、用意どんで同じ時期にスタートしたんですけども、やっぱりこう後半に伸びてくるのは体だったかってところでございます。やっぱいくらね、アフィリエイト頑張ってももうそこまではいかないと思いますからね。いや、本当にお疲れ様です。体の枝ステーキング報酬結果パート35月13日日付のこちらの動画概要欄にも貼っときますし、それからね、今日の、5月18日の、更新情報でも拡散させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ナミさん。